天寿国衆長中宮の地蔵アスカ時代、加ノ秀頼筆、高尾ンプーズ東京国立博物館像16世紀末頃の女性の服飾。右端の女性は紫地に、白揚げの辻が花染め、右から三番目の授乳中の女性は、肩身代わりの辻が花染めの小袖を着用する。本校日本の染色工芸では、日本の伝統工芸品のうち、染色、すなわち、 染めと織の分野に属するものについて、その技法、歴史等を外観する。なお、日本列島の地域で制作された染色工芸品のうち、琉球の染色とアイヌの染色については、それぞれが固有の歴史的、文化的背景を持つものであるため、本校では取り扱わない。染色は、同じ読み方の染色とは、意味が異なる。染色とは、字義通りには、染めと、 織とを指すが、工芸分野における、染色とは、染め物、織物の他に、編み物、刺繍、アップリケ、パッチワーク、フェルトなどを含めた、繊維を用いて、布を作り、これを加色する技術、およびそうした技術によって作られた製品を指すのが、通例である。弥生時代の吉野が遺跡には、染めた絹の遺品が存在する。日本赤根、貝紫が確認されている。 日本赤根で染められた木の布は大陸に献上されていた記述が儀式和人伝に残っていることから有史以前より日本独自の染色があったとみられる。日本の染色工芸は美術工芸の他の分野と同様中国や朝鮮半島との交流があり影響を強く受けているが、舶来品と国産品には明確に違いがある。8世紀の焦燥印列とこれに やや先行する法流事列にはシルクロードで運ばれたオリエントの染色品、大陸の染色品も含まれるものの国内で作られるものがほとんどである。異常的にはイオリエント等の影響が濃いが違いは明確に存在している。等の滅亡以降平安時代の染色枠下を中心に和風化を強めていく。その一方で中国の織物は武家文化、 ことに茶の文化において珍重され、中世末期以降は、海外貿易によって、ヨーロッパの毛織物やインドの木綿の染め物も、もたらされた。近世には、染色文化の担い手も、公家、武家から、町人、農民へと広がり、多彩な絵画的文様を染め上げた、有禅染め、舞台衣装である、農商族、各地で生産された、絹織物や、木綿の染め物など、 多彩な染色品が生産された。特に身分の上下に関係なく着用された。こそでは近代の着物の原型となり、着物は日本の伝統衣装の代名詞として国際語になっている。近代以降は生活の洋風化と化学繊維化学染料の普及により、伝統的な素材、技術による染色はかつての役割を終え、伝統工芸品、 無形文化財としてその綿脈を保っている。日本の伝統的染色工芸に主として使用された素材は絹、麻、木綿である。このうち木綿が広く使用されるようになるのは綿の栽培が普及する金星以降である。織物を総称して不白といい布は植物性の布、白は絹織物を指すのが本来だが、以下、本稿では煩雑を避けるためにいずれも 布表記で統一する。染色品を指して、列という用語も多用され、名物列、焦燥院列のように用いる。人類は植物性や動物性の様々な繊維から糸を作り、それを用いて衣服、装飾品などの製品を作り出してきた。それは日本列島においても例外ではない。人々は蚕の眉から糸を引き出し、 あるいは植物の茎や幹などの人皮繊維を引き裂いて繊維を取り出し、より合わせて糸を作ってきた。前者の作業を紡ぐ、後者の作業を生むと表現する。こうして紡いだり生んだりした糸は、そのままでは一本の線に過ぎないが、これを木にかけて縦糸とし、これに横糸を絡ませて織り上げていくことによって、糸は布という二次元の面に変化する。この 糸を線から面に加工する作業が織りである。織物には交差する縦糸と横糸とが一本ずつ交互に浮き沈みするだけの最も単純な平織りを基本に織り方、素材、加色方法などの違いにより、平犬、あや、シュス、錦シキ、ラ、シャ、ロウ、キンラン、ドンス、リンズ、チリめんなど様々な名称を持った布が作られる。 織り上がった布は、その用途に合わせ、裁断し、縫い合わせ、色や模様をつけるなどの加工を施す。一方、植物や動物などから取った染料を用いて、糸や布に色付けをする作業が、染めである。これにも、あらかじめ各種の色に染めた色糸を用いておる、ことによって、文様を表す方法。これとは逆に、織り上がった布に色をつける方法など、様々な技法がある。 布の加色方法には、染め以外にも刺繍、アップリケ、家計、すりはくなど、様々な技法がある。糸から布を作る方法にも、折る以外に、編むという方法があり、フェルトのように羊毛などの動物性繊維を圧着してから回せることによって作る、不織布もある。一般には、こうした技法も含め、繊維を素材とし、伝統的な素材、手法で製作する、 工芸品を染色工芸と称する。織物は縦糸と横糸から構成される。縦糸とは長さを揃えて食器に貼る糸であり、横糸は縦糸と90度の角度をなして絡んでいく糸である。食器には様々な種類と構造があるが、基本的には縦糸を巻きつけておく、ちぎり、折り上がった布を巻き取る、戦艦、縦糸を上下させる、走行。 上下の縦糸の間に横糸を通す、非、縦糸を揃え、横糸を打ち込む、長などの部品からなる。横糸は、横糸とも読むが、古くから、抜き糸と読まれてきた。万葉集の歌に、三好野の,の青音が、峰の苔むしろ誰かおるらむ縦抜きなくにとあり、古今和歌集の、冬歌に、竜田川金折り書く神が、月しぐれの雨を縦抜きにしてとあるのが、その例字となる。 絹カイコの眉犬は中国でその製法が発明されたものでカイコが作る眉から取り出される糸である。剣士は古代中国の偉大な発明の一つで、すでに新石器時代の行商文化の遺跡から眉柄や防水車が出土しており、陰代の甲骨文字にはカイコ、う、白などの文字が見られる。ローマ帝国からオリエント、中央アジア、中国を経て日本へと至る。 東西の文化圏を結ぶ古代の交易路をシルクロードと呼ぶことに象徴されるように、絹は中国の主要な輸出品の一つであった。魏志和人伝によれば、日本へは、弥生時代には絹製品とその製法が伝来しており、高級な織物はもっぱら絹で作られた。織り上がると美しい光沢を持ち、肌触りが良く、どのような染料にもよく染まる絹は、 染色工芸には欠かせない素材である。植物繊維が植物の丈以上の長さがないのに比べ、絹は一本の糸が非常に長いことが特徴である。眉を湯で加熱して取り出した糸は中心部がフィブロインという物質からなり、その周囲をセリシンという硬質が覆っている。金糸を開くなどのアルカリ性の液体で煮沸して、セリシンを除去する作業を精錬あるいは 練りといい、精錬したものを練りぎぬ、清前のものを絹ぎぬという。精錬は、生殖後に行う場合もあり、糸の状態で行うこともある。精錬することによって、絹の光沢が増し、染料の吸着も良くなるとされている。チョマ収穫期の綿朝は、朝霞の大麻、イラク坂のカラムシの茎から作られる、人皮繊維で、主に庶民の衣服や夏用の薄手の衣服に用いられた。 綿の実から取られる木綿は、インドでは、古くから染め物に使用されている素材で、近年の考古学上の発見から日本でも、縄文時代から使用されていたことが分かっている。とされていた、近世以降各地で広く栽培されるようになった。木綿は、庶民の衣料や浴衣、風呂敷などの素材として、広く用いられた。紅花赤根紫近代以降は、化学生に、 化学染料が主流となるが、近世以前の日本の伝統的染色工芸に用いられたのはすべて天然繊維、天然染料であった。日本の染色工芸では植物由来の染料が大半である。これらは特定の植物の花、葉、幹、根などから色素を抽出するものであるが、天然色素の大部分は糸や布に色を定着させるために、アク 明板などの他の物質による化学変化を利用する必要があり、このような染色を助ける物質を焙煎剤という。ただし、口なしのように焙煎剤を必要としない染料もある。なお、布を白く染める染料は存在し、特に古代の朝廷において絹の染色の土台として用いられた。その影響によって今も、なお放流時宝物や焦燥院の遺品は、 色彩が保たれているのである。赤系の天然染料は、紅花と赤根が代表的なものである。紅花は、菊花の総本で、他の多くの植物染料が根や葉を利用するのと異なり、花の部分が染料になる。紅花の花には、赤と黄の色素が含有されているため、赤色を出すためには水洗いして、黄色の色素を流出させねばならない。くを、くともくんずるが、 これは、クレの愛の意である。アカネは、アカネ科の総本で、根から赤の色素が抽出される。インドアカネや六葉の西洋アカネもあるが、日本産のものは、四つ葉の日本アカネであり、世界中のアカネの中で唯一薬光があり、古代より海外へ輸出されていた。ベニバナの花と同様、アカネの根にも、赤と木の色素が含まれるため、黄色の色素を、 あらかじめ流出させる必要がある。スオウは豆科植物のスオウの幹の中心部から抽出する染料で焙煎剤によった赤または紫に発色する。スオウは日本には自生しない南方の植物であり、当然輸入品であった。他に金星に用いられた症状皮という鮮烈な赤色があるが、これはサボテンに寄生する。 貝殻虫から取られたコチニールという動物性色素で海外貿易による輸入品であった。演示も赤ないし紫系の色名であるが、これは紅のことを指す場合と貝殻虫から取れるコチニールを指す場合があった。青系色は天然染料の場合はもっぱら藍である。藍は単一の植物の名前ではなく様々な植物から作られる。藍による染色は 世界各地の民族に見られ、インドでは、豆科のインド愛、琉球では、キツネの孫科の琉球愛が用いられるが、日本で用いられるのは、タデ科のタデ愛である。タデ愛の歯から色素を抽出する方法はいくつかある。商用から抽出する方法もあるが、商用染めができるのは、真夏の時期の歯に限り、濃い藍色に染めることは望めない。アなどのアルカリ性の液体に藍場を浸して、 沈殿させる沈殿法もあるが、日本で近世以後広く行われてきたのは、スクモ法である。その製造工程は複雑かつ長期間にわたるが、ごく簡潔に説明すると、まず、タデアいの葉をよく乾燥させ、その後、水を繰り返しかけて蒸らし、発酵させ、腐葉土のような状態にしたものを作る。これが、スクモである。染料として使用する際にはこの、スクモを、 白などのアルカリ性成分に日本酒などの糖分を混ぜた液体につけて発酵させるが、これを藍を立てる発酵立てと称する。天然の藍はこうした長期間の重労働によって製造される。紺は藍の最も濃く発色したものである。花田、あさぎなどは藍の濃淡によって生じる色で萌え木のような緑系の色は、 藍と黄色を掛け合わせることによって表した。光景の天然染料は数が多く、稲荷草本の刈リやスのほか、木肌、ウコン、口なしなどから作られる。紫色の色素として日本で主に使われるのは紫化の紫草でこの根を湯に浸して抽出する。素王とンジについては赤系色の甲で述べた。地中海沿岸地域では 貝の内臓の色素を用いた貝紫がある。日本でも弥生時代の吉野狩遺跡の染色品に残されている。また、江戸時代の木綿島に痕跡がある。日本列島で人々が染色製品を作り始めた時期は明確にはわかっていない。金属製品、土器、石器などは長年度中に渦漏れていても依存するのに対し、有機物である染色品は 材質脆弱で依存しにくく、戦士時代の染色製品について、実物からその歴史を辿っていくことは困難である。日本列島では織物に先行して、編み物が作られていたと見られる。縄文時代早々期前期の遺跡である鳥浜海塚からは、編み物や縄の断片が出土しており、縄文時代前期く中期の三内丸山遺跡からは、編みかごが出土した。 縄文番記の遺跡からは、関節資料ではあるが、布目アッこんのある瓦家が出土しており、この時代には布製品が生産されていたことがわかる。この時代の織物は、山藤、くず、シナの木などの樹皮繊維や、蝶馬、大馬、イラクサなどの草川繊維を原材料として作られていたと思われる。弥生時代前期の遺跡である、有田遺跡湿土の道下に付着していた平木ヌ編が、 日本最古の絹の遺物とされている。日本初期には、中愛天皇八年、旗の高万王が三種を、献つたとある。義士、和人伝によると、当時の和国では朝を植え、養蚕を行っていたという。唐子遺跡、トロ遺跡など、弥生時代の遺跡からは、食器の部品と思われる、木製品や重りが出土しており、吉野狩遺跡出土の亀館からは絹製品の、 断片が検出されている。こうしたことから、弥生時代には、日本列島で絹織物が生産されていたことは、確かである。義師、和人伝によると、継承3年、生死4年、大使2年に、和から義に、ブチヌの和金、講和をかとり、異文雑金などを献上しているが、これらが、具体的にどのような染色品であったかは、半然としない。初期によれば、 王神天皇二十年に八尾美節から愛朝し、山と日の熊で綾を追った。同天皇三十七年には、呉の職工の呉折、穴折が移住したとあり、有略天皇七年には、九だらの職工低温七金から愛朝し、半様に二式を追ったという。このように、三世紀から五世紀頃の日本には、中国大陸や朝鮮半島から染色に関わる皇人が渡来し、 技術を伝えたことが伺える。古墳時代になると、同郷、刀剣などを包んでいた絹列が各地の古墳から検出されているが、これらはいずれも断片であり、劣化が著しく、制作当初どのような製品であったかは判然としない。日本の染色工芸師が具体的な作品を伴って後付けられるのは7世紀後半以降である。日本は6世紀なばに、 朝鮮半島のくだら経由で仏教を受け入れ、寺院や仏像、瓦などを作るための工人もくだらからト来した。このように、当時の日本文化は様々な面で中国や朝鮮半島の影響を受けており、その点は、染色も例外ではない。つい、当の絹織物などの染色品とその技術の輸入により、日本の染色工芸は、 飛躍的な発展を遂げたと推測されている日本では平安、鎌倉時代の染色の原則遺品が極めて乏しいのに対し、それより古い8世紀頃の染色遺品は比較的豊富に残っている。これは法流寺と東大寺にそれぞれ伝来した法流寺列、焦燥院列という一群の遺品が伝生しているためである。焦燥院列は奈良、 東大寺の蔵である小僧院に伝来したもので、現在は宮内庁が管理している。ただし、一部の列は明治時代に当時の帝国博物館に参考品として販布され、現在東京国立博物館及び京都国立博物館の所蔵となっている。法隆寺列は奈良の法隆寺に伝来したもので、大部分は明治11年当時の皇室に献納され、現在は 東京国立博物館の法隆寺法物館に保管されている。法隆寺列は、焦僧院列よりも点数は少ないが、焦僧院列より一時代古い安家時代の列を多く含む点で貴重である。この時代に属するものとしては、奈良中宮の字の天寿国宗長も著名である。この宗長はごくわずかな断片が現存するに過ぎないが、7世紀の 刺繍作品として貴重である。京都、果樹寺に伝来した刺繍者迦説ポーズは、塔からのトラ来品と考えられている。なら、大マでいラの、綴れ織唐馬んだらずは、中条姫が五色の破水糖を用いて、一世で織り上げたとの伝説で名高いものであるが、こうした綴れ織りの対策が、日本では他に見られないことから、党の製品と推定されている。 正燥院伝来の染色品は、正燥院列と称され、現存するものは件数にして、約5000件、点数としては、用途不明の断片なども含めると十数万点に、及ぶ。技法的には二式、あや、らなどの織物、上代三欠と呼ばれる、老欠、高欠、狂欠などの染め物など、当時の日本で行われていた、染色技法を網羅している。 日本製のものと中国からの将来品が混在しているが、おおむね8世紀の製品である。このうち、牧書名などから、由緒、年代の明らかな遺品としては、天平商法4年の東大寺大仏海岸会の所用品と、天平商法9年、聖武天皇の一周期法要の所用品の2種類が、数量的に他を押している。前者は、 海外会当日に演じられた義学などの学部の小族があり、校舎の聖武天皇一周期関係では、総合具であった旗が大量に残っている。天平昇法8年、光明皇后が聖武天皇の77期に際し、東大時代仏に聖武の遺愛品等を建納した、西の東大寺建物庁記載の染色品の中では、綴ずれ折りの傑さ、 老血と狂血の屏風の一部などが現存している。焦燥院の染色品は、その点数の多さ、技法の多彩さと優秀さに加え、制作時期と由緒伝来が明確である点も、学術的に貴重である。以下に、放流時列や焦燥院列に使用されている主な染色技法について略説する。焦燥院をはじめとする状代の織物は、錦と綾に代表される。 二色及び、綾の語義は、必ずしも、一義的ではないが、上代染色品の場合、二色とは、先染めした多色の色糸を用いて、文様を表した絹織物を指し、綾とは単色、後染めで、地組織の違いによって、文様を織り出した絹織物を指すのが原則である。二色は、胸筋、抜き筋、浮き分筋に対別される。 多色の縦糸と単色の横糸を用いた二色。複数色の縦糸を一組とし、このうちいずれかの色糸を浮かせ、他の色糸を沈めることによって、地と文様等を表す。横糸には、母抜きと影抜きの二種類がある複様組織である。母抜きとは、縦糸と共に地を構成するための糸であり、影抜きとは、例えば三色の縦糸を用いた、胸筋の場合は、 三色のうちの一色のみを表面に出し、他の二本の縦糸を沈める役割をする糸である。なお、母抜きと影抜きについては、それぞれ血抜き、分抜きと呼ぶべきであり、影抜きという呼称は不適切だとする研究者もいる。技術的な制約から使用する色数や文様単位の大きさには限界があり、色数は三色程度が普通である。中国では、漢、 南北朝、隋を経て初頭頃まで行われたが、以後は、抜き金にとって変わられ、制作されなくなった。日本では、焦僧院より一時大古い法流寺列の中に見られ、食後金と呼ばれる列がこれにあたる。四季獅子狩り文金法流寺像、当時大多色の横糸と単色の縦糸を用いた、二式。多色の横糸を一組とし、このうちいずれかの糸を浮かせ、 他を沈めることによって、地と文様等を表す。抜き金では、縦糸に、母行と陰形の2種類が用いられる。母行は、横糸とともに地を構成するための糸であり、陰形は、横糸のうちの一色のみを表面に出し、他の糸を沈める役割をする糸である。胸筋が、成形の段階で、色数が決まってしまうのに対し、抜き金では、 生殖の過程で多彩な色糸を用いることが可能であり、大型の紋様も折れることから、正涛期以降の中国では、胸筋に変わって折られるようになった。放流時列には、抜き金は見られない。焦燥印列には、胸筋も見られるが、抜き金の方がある字になっている。琵琶袋の列で、唐からの将来品と考えられている、花立ち大東家紋金、西木針の肘掛けである。 紫地大鳥型金を膝付きなどが代表作である。横糸で文様を表すが、抜き金とは異なり、地を縦糸で表し、複数の色糸からなる横糸を任意に浮かすことによって文様を表す。地が平地のものとあやのものがあり、前者が年代的には古い。織物の見原組織の一つとしてのあや織は、社紋式と同義で、 平折りのように縦糸と横糸が一本ずつ浮き沈みを繰り返すのではなく、二五浮いては一五四沈むという形を繰り返すものである。これにより、縦糸または横糸の浮きが白面に斜めに連続して現れる。しかし、上代列の名称の綾は、これとは若干意味合いが異なり、後染め、単色の桃折り物であって、 地と文とを異なる組織で表したものを総称して、綾と言っている。この場合、必ずしも地と文の両方が、綾織とは限らず、平地に、量で文を表したものも、綾と称している。年代的に見ると、法隆寺列には、平地綾が多いが、正燥院列では、綾や寺が主体になっている。もじり織あるいは絡み織りと呼ばれる薄物の、絹織物の一種。 縦糸が隣り合う縦糸と互いに絡み合い、盲状の組織を作るものである。生殖に労力と熟練を要する高級織物である。中宮の字の天字国習長は、羅の地の上に刺繍を施している。絞り染めの一種で糸でくくり防線することで文様を白抜きに表す。その最も単純なものは、目ゆい部分と呼ばれるもので、布面を小さくつまんで糸でくくり、繊維液に浸すと、 くくられた部分が防戦され、鹿のこ状の文様が現れる。焦僧院宝物には、高血で、島状の文様を表した方がある。焦僧院列の高血には、複雑な文様を表したものはなく、裏地などの目立たない部分に用いられた例が多い。上代の三血のうちでは、平安時代以降も引き続き行われた唯一のものである。老血羊奇病部焦僧院。 宝物発生器現代の、老血染めと同じ原理の老房線の染め物である。各種の文様を表した版型に牢を塗り、これを布面に大夏してから染液に浸すと、牢の付着した部分のみが防線されて、文様となる。型には、木型の他金属の型も用いられたとみられ、大きな文様の場合は、筆で牢を置くこともあった。小僧院の、臓器、老血病部、羊器、 老血病部などが典型的作例である。唐からの密呂の輸入が止まったこともあって、平安時代にはこの技法は衰退し、やがて全く行われなくなった。近世の友禅染めや型染めでは防染のために使われたのは呂ではなく米糊であり、呂による防染が再び行われるようになるのは明治以降である。今日は挟むという意味で、 文様を掘った2枚の板の間に布を挟み込んで、繊維につける板締め染めである。焦燥院宝物の強血には、本樹下樹早朝文様、強血足絹のように、多色の複雑な文様を表したものがある。金星の友禅染めのような、引き染めとは異なり、この時代の染色は、付け染めであった。したがって、複数の色を染めるためには、 布を何度も繊維に浸す必要があり、多色の複雑な文様を、ズレや滲みもなく染める技法は長年謎とされていたが、1970年代になって、インドのアーメダバードで板締め染めに使用する板の実物が発見されたことで、狂結の製法がほぼ解明された。アーメダバードの文様版では、異なった色に染める部分がそれぞれ輪郭線で区画されて、 隣の区画と色が混じらないようになっている。各区画には線量が流れ込むための穴が開いており、防線する場合にはこの穴を線で塞いで、その区画には線量が流れ込まないようにした。焦燥院の強血もこのような板を用いて染められたと推定されている。強血には左右対称形の文様を表すものが多く、布を二つ折りにして板に挟み、 染めたことが明らかである。このほか小僧院には、すり染めあるいは、すり絵という、より簡便な技法を用いた作品もある。これは、木の番型に柿渋などの染料を塗り、布を直接押し付けて染めたものとみられ、屏風を収納する袋などに用いられている。このか焦燥院列にはつれおり、刺繍、組紐、編み物など、各種の染色技法が用いられ、 羊毛を用いたカモという技法を用いた作品もある。線は各種の色に染めた羊毛を文様の形に配置し、水をかけながら固めていく技法によるもので、日本に羊毛を産しないことから輸入品であることが明らかである。このように、奈良時代には日本の染色技法の大半が出揃っており、その技術や美術性も高いものであった。前述のように、アスカ、 奈良時代の染色遺品が法流寺列、小僧院列という形で比較的豊富に残っているのに対し平安時代から鎌倉時代の染色は現存する作品が極めて乏しく実物の遺品からその歴史を後付けることは困難である。減損遺品が乏しい理由の一つには10年以上続いた応仁の乱のため京都の町の大半が焼け野原となり、 倉などに保管されていた染色品が消失したということもある。平安時代、身分の高い男子の清掃は、即体女子の清掃は十二単と、通称されるモカラぎヌ装束であったが、こうした装束の平安時代に遡る実物遺品は残っていない。平安時代に属する実物遺品としては、甲冑に使用されている色糸や染め糸、 平泉の中村寺根寺起動の趣味段下の棺に納め受けされていた白ひらぎぬの衣類、五福島神社の古神宝のうちの二式半肘、新五寺に伝わった形筆といったやや特殊な遺品になる。このうち形筆は教官を何巻かまとめて包んで収納するためのもので、細い竹碑を絹の色糸で編み、二式の縁と綾の裏をつけたもので、新五寺に残るものだけで二百二枚あり、 平安時代の染色を知る上で貴重な遺品である。この時代、男子の清掃は前述した、側帯姿である。体に近い方から短実、下重ね、半肘、方を着し、下半身には、大口の上に上の袴を履き、足には別を履き、一体をつけ、頭には冠をかぶり、腰に立ちを履き、手には尺を持つのが清掃であった。方は、 以下や年齢によって使用する色に細かい決まりがあった。半肘は袖なしの衣で省略される場合もあった。下重ねは背後に長く、裾を引くのが特色で、歩くときは友のものに裾を持たせることもあった。一体は革製のベルト、別は足指のない旅である。側体の大口と上の袴を差し抜きに変えたものを、方向姿、さらに方を脳死に変えたものを、 脳死方向姿といった。差し抜きは、そうくくり糸口でくくった、ゆったりとした袴である。側体は改まった礼装であり、通常は遺憾や脳死が用いられることが多かった。遺憾は、側体の半肘、下重ね、実、別、意志体を略したもので、長く、裾を引く下重ねを用いず、意志体の代わりに、とも切れの紐を用い、 大口と上の袴の代わりに差し抜きを用いた。遺憾の方を脳死に変えた者が脳死姿である。普段着としては、仮衣があった。現氏物語絵巻のうち、竹川徳川美術館像十二世紀右手の二人の女房は、もからヌ小族の清掃。室内で語を打つ大君と中の君はそれより、略装に描かれている。身分の高い者ほど略装が許容された。 女子の清掃は十二単と、通称されるモカラギヌ装束で、カラギヌ、モ、表着、内着ヌ、内着、単、火ばかまを着した。モは、スカートのあと半分だけが残ったような形の、装飾的な衣装である。内着は五枚ほどを重ね着し、いつえギヌとも言った。略装では、カラギヌともを略し、代わりに、小内着や細長を着た。 このような重ね着では、一番上に着るもの以外の衣服は、袖口、襟元、裾などのごく一部が見えるだけであった。重ねてきた時に、内側の着衣の色が、裾などから見えるようにするため、体に近い内側に着る衣服を最も長く仕立て、その上に重ねる衣服は、少しずつ仕立てを短くし、こうして、それぞれの着衣の色の重なり合いを見せるようにした。 以上のような衣装の平安時代の実物は残っておらず、源氏物語などの文楽作品や、源氏物語絵巻、洗面ホッケ業冊子の下絵などの絵画資料から伺うほかない。平安時代の高貴な女性は、緑に人前に素顔をさらすことはなく、男性は、ミスの裾などから、わずかに覗く女性の着衣の色から、女性の趣味や人柄を推し量った。 このような状況であったから、この時代の染色は織物が主体となり、前代に見られたような華麗なも様染めは衰退した。三欠のうちの老血と強血の技法は全く廃れて、高血技法がわずかに存続するのみとなった。襖木地付が誤る文刀織物京都国立博物館像室町時代、この時代に作られた染色品に有色織物がある。 夕食織物とは、和洋化、定型化した文様を表す、釘様式の織物を指す用語として後世に名付けられたものである。こうした織物の技法としては、浮き織、形あや、二倍織などがある。浮き織とは、文様部分の糸を浮かせた織物のことだが、夕食織物の浮き織とは、地をへ三枚、あや、文様地と異なる色の横糸で表したものを指す。 これに対し形両とは、地、文様ともに、両組織で表したもので、地を、京の三枚、あや、文様を、抜きの六枚あやとする。二倍織は、二重織とも書き、あや組織で自分を表した布に縫い取り織りで主文となる、別の文様を表したものである。これらの織物の平安、鎌倉時代の実物はほとんど残っておらず、わずかに残っているのは、 神社の神宝として伝えられたもの、すなわち実用品ではなく神服として作られたものである。鶴岡八幡宮に古神宝として伝わる五両の内には鎌倉時代の作で、この種の遺品として最古のものである。こうした公家の装束や、調度品に付けられた定型化した文様を有色文様といい、霧竹法文に、あられ文、昭和葵文、不戦和文などがある。 実料制の境外化とともに、官営の織物工房であった、織部司の業務独占が崩れていった。13世紀半ばの還元4年には、織部町が火災に遭い、織部司は衰退して、織物生産は、官業から民業へ大きく方向を転換した。長寿門用津連織人羽織高台地蔵、輸入品のペルシャ製の生地で仕立てられている。10年以上続いた。 応仁の乱によって、京都の町の大半が焼け、由緒ある寺社の建物などと共に、火に弱い染色工芸品の多くも、地上から姿を消してしまった。このことは、反面、近世に向けて新たな染色工芸を生み出す、きっかけともなった。15世紀以降、民トの観光貿易により、金乱、ドンス、陰金などの日本にはない技術や素材を駆使した列が、輸入された。 こうした外来の列は、茶人や商人らによって陳庁され、茶道具を包む私服や、かかり物の表層に用いられて愛用された。こうした外来の染色品を総称して、名物、列と言い,い、愛用したとされる人物の名をとって、門倉金蘭、受講ドンスなどと呼称されている。応人の乱によって、京都の織物産業は一時期といたが、16世紀に、 なると、戦乱を避けて境など各地へ散っていた職人が、徐々に戻り、織物業が再開された。かつて、応仁の乱で西軍の本陣があった地区で、織物業が復興したことから、京都の織物は西陣織と称されるようになった。16世紀になると、ようやく減損する、染色品の数も増えてくる。この時代の特色の一つは、従来、下着の地位にあった小袖が、 上着として表面に出てくるようになったことである。元は上層階級の下着であった小袖では、鎌倉時代以降、武家の台頭と服装の簡素化に伴って、徐々に上着として着られるようになり、王人の乱あたりを境にして、階層や男女を問わず広く着用される一般的な衣服となった。小袖とは土寺に対する言葉で、袖口を広く開けずに狭くしたてであるものの意である。 平安時代の女房装束では、袖口や裾からこぼれる衣の重なり合った色彩の美しさを競ったが、小袖が表に切られるようになると、小袖そのものの文様が重視され、小袖の特に背面が一枚の画面となって、ここに様々な技法で様々な図柄が表されるようになった。小袖は現代にまで通じる日本の着物のルーツでもある。桃山時代の小袖には、 片身代わり、段代わり、形裾などの大胆な模様が採用された。三十二番職人歌合わせのうち、桂目ラの表着は、京でいう辻が花ではなく、浅地の絞り染めとみられる。16世紀半ば、室町時代末期あたりから、日本の染色工芸は、海外の染色品の影響を受けて、その素材や技法を多様化させていく。中国から輸入された。 刺繍作品の刺激を受けて、日本でも、小袖などに成功な刺繍が施されるようになり、刺繍と金箔を併用した縫い箔という過食法も、現れた。室町時代末期からは、辻ヶ花と呼ばれる一連の染め物が登場する。辻ヶ花は縫い締め防線による染めを中心にしたもので、室町時代末期から、江戸時代初期に至る短期間に流星して、姿を消し、 原則遺品が少ないこともあって、幻の染め物とも言われている。戦国時代から桃山時代にかけては、武将も復職文化の重要な担い手であった。織田信長、豊臣秀吉、上杉謙信といった武将の着用した人馬織や同服には、自らの個性と存在をアピールする大胆奇抜な衣装や色彩が採用され、ヨーロッパ都来のラシャの列も使用された。 日本の染色の歴史には長年登場しなかった綿花が栽培され普及するようになるのもこの時代である。日本で綿の栽培が始まったのは明王年間とされ、江戸時代中期以降には日本各地に木綿を素材とした織物が普及し、絞り染め、型染め、かすりなどの製品が作られ日本染色の重要な分野となる。この時代から発達した分野で重要なものの一つに、 能装束がある。能装束は当初は一般の小袖などと大差のないものであり、大名が自らの着ていた小袖を脱いで能役者に与える等のことも行われたが、桃山時代から江戸時代には芸能衣装、舞台衣装として独自の発達を遂げた。現存する辻ヶ花の中でも家康の遺品は質、量ともに他を圧倒しており、 慶長板坂占い再起にも家康が家臣へ、数多くの小袖を貸しした結果、天正末から文禄にかけて、小袖が天下に広まったとして、日本衣装が結構なことは家康に始まるとして、日本建築が結構なことは秀吉に始まると、対比させている。辻ヶ花染め婦人像山和文化館像16世紀、蔵子は白地に紅葉、社号紙文などを表した辻ヶ花染めの小袖を、 着用している。金星初期を代表する染色品が辻が花である。室町時代末頃から江戸時代初期の比較的短期間に作られ、その後と抱いており、現存作品数は断片を含めても300点足らずである。こうしたことから幻の染め物と称されている。辻が花は縫い締め絞りを主体として、これに家計、刺繍、すり白などの花色を加えたもので。 地はこの時代の特有の練り抜き地を多く用い、製品の種別としては、小袖と同服が大部分である。辻が花という言葉の語源は、はっきりしない。14世紀末から15世紀初めの成立とされる、絵巻、32番職人歌合わせには、かつらめの絵画として、春風に、我が湯の桶をいただきにたもとも辻が花を織るかなとあり、これが、辻が花の語の初見とされている。 この絵巻に描かれたかつらメは、上着の長い袖を理解して着用しているように見え、これが辻が花を折るお寿司したものとも言われている。このように、辻が花という言葉自体は、室町時代から存在したが、その語源は、はっきりせず、染色技法の名称としての辻が花も京都は意味合いが異なっていた。1603年頃の編纂である、日保辞書の 辻が花の孔によると、当時、辻が花と呼ばれていたのは、朝で折った肩びらの類であり、辻が花が前日のような縫い締め絞りの製品を、刺すようになったのは、明治時代のことである。脳商賊茶地、向かい鶴、菱門用カラオリ東京国立博物館像17世紀、緑地菊から草門用カリギヌ、東京国立博物館像18世紀、 紫地たけがみもんよういは東京国立博物、肝臓18世紀力竹竜織へ脱たも様よう長絹、東京国立博物肝臓18世紀、朝浅岸菊連法をも様がわつぎ、東京国立博物肝臓16世紀能は、民間芸能である猿楽、伝楽に起源を持つ、物体芸能である。当該芸能は、近世までは、猿楽あるいは、猿楽の能と称されたが、 本校では、染色使用語として、一般的な脳装束を用いる。足利義満は、山と猿学の神網、世網不子を取り立て、この不子、特にこの世網によって、舞台芸術としての脳が大成した。脳は、将軍や大名によって保護され、江戸時代には、武家の式学としての地位を確立した。室町時代の脳装束の実態は、 よくわかっていないが、舞台衣装として文化した存在にはなっておらず、通常の衣服と大差ないものであったと見られる。当時は、小袖脱ぎといって、武将等の講演者が衆議として、農薬者に自らの着ている小袖を脱ぎ与える習慣があった。鑑賞5年に行われた正し河原の肝人猿学では、多くの小袖脱ぎが行われたことが記録されている。 英章10年頃の成立とみられる禅王鳥雑談には、舞犬、長犬、通織物などの小族の種別を示す語が見える。空織と呼ばれる小袖型の能小族の中には、袖幅の狭い桃山時代に遡ると思われる作品が若干残っているが、現存する能小族の多くは江戸時代以降のものであり、舞台衣装としての能小族の形式が完成するのも江戸時代のことである。 脳商族には、用いられる、役柄等に応じて、多くの種類があり、加食方法や、文様も様々である。上半身に着る衣服には、表着と着付けがある。着付けとは、表着と肌着の間に着るものである。表着には、女役の用いる、空折り、男役の仮衣ぬなど、着付けには、女役のすり拍、男役の厚いた、男女役ともに用いるぬいはくなどがある。 北樽、仮犬、脳詩などは、脳装束と現実の衣装とで同じ名称が使われているが、長ヌ、水衣のように、脳装束特有の名称もある。唐織、すり白、縫いクなどは、染色技法の名称がそのまま装束名になっている。形態的には、カラオリ、スリりク、厚板、縫いクなどは、小袖形であるが、長ヌ、水衣、仮ヌなどは、 どてら形である。白シュスチーシガトミボタン文様フリソで、東京国立博物館像18世紀染め分けさ、綾地雪はき吹やま文様こそで、東京国立博物館像18世紀秘密バーをイモンつけ、人羽織東京国立博物館像18世紀、紅一ない地里面地松桜や津橋文様打ち掛け個人、増19世紀江戸時代には、 男子の服飾が比較的確率的であったのに対し、女子の衣装は武家女性と町方女性の間で、さえはあったが、流行を取り入れて様々な技法や衣装が用いられた。こうした新たな技法や衣装を体現しているものが子袖であり、時代の傾向を反映して、慶長こそで、漢文こそで、元禄こそでなどの用語が使われている。江戸幕府はたびたび倹約令を発し、 町人が贅沢な衣服をあつらえ、着用することを今しめた。天那三年の金礼では、刺繍、草花の子絞り、金車の使用を禁止している。この種の金礼がたびたび出されること自体、金礼が厳格に守られず、町人が派手な衣服を好んでいたことを表している。江戸時代中期には、京都で友禅染めの生産が開始される。従来の伝統的な染めの技法は、 付け染めといって、布全体を染液に浸す必要があったが、金世には染料が改良されて、刷毛で染料を塗る、引き染めが可能になり、染色表現の幅が飛躍的に広がった。友禅染めの技法の特色である、のり某線と色差しも、こうした染料の改良によって可能となったものであり、小袖や帯などに様々な絵画的衣装が表されるようになった。 こうした染め物とは別に著名な絵師が布面に直接絵筆を振るって図柄を描いたこそでもあり、尾型光輪筆の白あやじや菊薩文様こそで、堺法一筆の白種スチバイジュ、春草文様こそでなどが現存している。これらは染色技術的には家系という最も素朴な技法になるものだが、浮遊な町人などが、 当時の著名絵師に依頼した一品製作の贅沢品であった。江戸時代には各藩が地元の産業を奨励したことにより各地にその地方特有の産物や工芸品が生まれた。染色工芸では絞り染め、型染め、かすりなどが各地で作られ名産品として知られるようになった。江戸時代の染色工芸はこのように染め物を中心に展開し、 型染めでは型紙を用いた小紋や中型、のり帽線の一種である筒絵描きなどが作られた。歯切れを縫い合わせたことに由来する刺し子や津軽地方の特産である小銀のような製品もある。一方、紋織物も全く捨てれてしまったわけではなく、芸能衣装である、脳衣装には生き残っている。江戸時代初期の小袖の様式を指す用語で、軽腸小袖というが、研究の結果、 実際の制作年代は、慶長の末年から、元画、官営年間頃であることが明らかになっている。黒、黒くれない、赤、白を主張とした渋い色彩が特色で、技法的には刺繍とすり白が多用される。衣装構成は、前代の桃山こそでが、形見代わり、段代わりなど、文様を単純明快な区画に区切る傾向があったのに対し、慶長こそでは、 抽象的で複雑な形に文様を区画する傾向がある。漢文年間を中心とした時期の小袖様式で特色は背面の模様構成にある。典型的な模様構成は背面右袖から肩の部分を通って左袖へ及び右袖から下へ伸びて右袖へという形で模様が続き背面の左下肩は模様を表さずに空白にするというものである。 当時の小袖ひなが多分に見る衣装はむね上記の型を踏襲しており、前述の形長小袖が武家女性の好みであったのに対し、こちらは新校町人階級の好みが反映された衣装となっている。地合は桃山時代に成功した練り抜き地に代わって林土地が多く用いられている。江戸時代中期に京都で始められた友禅染めの技法は限りなく、 絵画に近い文様表現を可能にし、日本染色詩に新たな時代を隠すものとなった。友禅の技法は、元禄ごろに完成した。友禅という名称は、京都地方院の門前通りで、扇の絵付けをしていた絵師の宮崎友禅という人物にちなむものだが、友禅の生没年は不明で、伝記もはっきりしない。天那二年観光の伊原西覚『公職一代男など、 当時の著作物に友禅の絵付けした扇が当時の流行であったことが記され、友禅が実在の画工であったことは確かである。上京三年刊光の諸国ひいな型という小袖ひながた本には友禅模様の文字がある。こうしたことから友禅染めとは宮崎友禅という一人の人物が発明したものではなく染料や染色技術の進歩によって生み出された新しい技法。 新しいデザインの染め物に当時評判の絵師であった宮崎友禅の名を冠したものと考えられている。友禅染めの技術的特色は、のり棒線と色差しにある。古い時代の染め物は布自体を染料の液につけて染めり付け染めであったが、江戸時代になって刷毛で布面に色を塗る、引き染めが可能な染料が開発されたことにより、絵画的な模様染めが可能となった。 伝統技法による手書き友禅の製作は、下絵描き、糸目糊、縮れ、色差し、蒸し、伏せ糊置き、引き染めという複雑な工程を経る。まずは仮縫いした布地に成果という、水洗いすれば完全に落ちる青色の色素で模様の替え描きをする。この下絵描き線に沿って糸目糊を置く。糸目糊とは、もち米を、主材料とした糊を、渋紙で作り、口金をつけた。 細い筒の先から絞り出して線を描くことで、これによって模様を区切り、染料が隣の区画に流れ出さないようにする。次の地入れとは、布りと子を混ぜたものを布面に塗って、染料の定着を良くし、色の滲みを防止する作業である。その後、色差しといって模様に染料で色付けをする。色差しした布を高温で蒸した後、今度は伏せのりといって、 先ほど色を差しした模様面に糊を置く。これは後ほど地の部分を染める際に模様部分を防染するためである。地色は以上の作業が終わった後、刷毛で引き染めとする。生地は江戸時代中期になると林土に変わって友禅染めに適したチリメンチが多く用いられるようになる。朝の一重で、夏の衣装である肩びらに用いられた染めの技法。 のりぼうせんによって模様を表し、藍染めを二度行うことによって、藍の濃淡を表す。文様は、御所毛模様という風景や、源氏物語に取材した衣装などの類型的な文様が多用された。一見地味に見えながら、非常に手間のかかる技法で、大名家や、くけの女性が主に着用した。後には、日本製のわざらさも作られるようになったが、 サラサとは元来はインドを主産地とする外来の列で木綿に老房線などの技法で多色の文様を表した染め物である。トライ時期は他の名物列よりやや遅れ、日本へのトライが記録から後付けられるのは17世紀以降になる。前述の技法とともにエキゾチックな図柄に特色があり、茶道具の私服に使用されたり、祇園祭りの山鉾の剣装品に用いられるなどした。 サラサの語源については、最上の布を意味する、サラッソというインド由来の単語であるとする説の他諸説ある。サラサにはスケラシャ、サラシャなどのも文字も当てられ、文様を表した布という意味の、花布という字を当てることもあり、シャムロ染めとも称した。シャムロとは、今日の太陽国のことで、近世初期に日本と交流のあった、シャム国からもたらされたことからその名がある。ただし、 大方面からもたらされたサラサは、大の製品ではなく、インドで大への輸出向けに生産されたものであることが、研究の結果わかっている。近世には日本でサラサを模しておられたわざらさもあり、鍋島サラサが著名である。有機紬の地畑明治以降、化学染料の導入とともに、手間のかかる植物染料の使用は、急速に衰退していった。明治時代初期、 当時の日本政府は科学研究のため精密局という役所を設置したが、早くも明治5年には科学染料の導入のため、フランスのリヨンに精密局の役人を派遣している。有前染めなどにも科学染料が導入されて、それまでになかった色が出せるようになり、食器もフランス人ジャカールが開発したジャカード食器が使われるようになった。明治時代の末期には、 天然染料は化学染料に完全に押された形となっていた。21世紀の日本では天然素材、天然染料による染色は伝統工芸品、無形文化財として名脈を保っており、各地に伝統染色品の展示、普及施設が作られ、技術の伝承、製品の販売が行われている。また、草木染めと称して、 天然素材による染色品製作が続けられている。草木染という語は長野県出身の文学者で染色研究者であった山崎武氏によって名付けられたもので昭和5年山崎が東京銀座の資生堂で草木染手織紬復興展覧会を開催した時に使用したのが初めとされている。ありがとうございます。